ちょっと散策してきます。温泉卵作ってみます。すごい、すごい、豆乳、お、ミキみたいに見えるかな。なんか泣いてたね、今。風が出てきた。やってきました。卵も作れました。ただいま。ただいま。はい。中は大丈夫やな。うん。全然大丈夫や。あげ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 。えらげ。あげ。えら、いいね。ピコ、ぐ、あげ。で、ピコ、えらい。よし。おお、お、ほんとだ。全然。ビビビニョロニョロ一個全然コブラやったな。コブラ、どこに持ってくるの。テラふーちゃんに渡さない。カジカジ、お腹冷やしてんの。ピゴの水遊びスタイル。頑張れ頑張れ頑張れ、そうだそうだそうだ、頑張れ頑張れ、そうそうそう頑張れ。うん、いけないよ。抗議しております。そしてピコ、尻尾振りながら、ここ遊び方間違っとるよ。何ケラグ、あ、届いた持ってきたね。ティラちゃん、足が届かんくなると思っていけません。ちょっと泳ごうか、泳ごうか、泳ごうか、泳ごうよ。強制に連れて行かれました。ピコ何キラどうする？キラいけんな。なんですかこれ。みんな上手。ティラはおやつのために水に入ります。ピコ、おやつのためには水に入りません。開けてくれ。ピコちゃん泳げた。ピコ、ねえ、ピコちゃん。あ、もう行けた。一回泳いだから。できたぞ、ピコが。ティラ持ってきたやつよこせ、取りに行こうとして取ってきてないじゃん。
父ちゃんと一緒にピコが取りに来た。ああもう完全に入っちゃったや。ピコこっちだ、カム。泳げるじゃんテラも。泳げるじゃん。テラ前来る。前行ってピコ。よし。いいよ。出発。すごい上手やん、乗ってる今んとこ。ピコはじっとはしとれんよ、今だけ。もうじきしたらもう好き放題やるわ。ほら来た。ほらピコ水飲み出した。ピコ落ちるよ、また。相変わらずです。やっぱピコ相変わらずです。ああ。ピコやばいよ、お前。ボロ飛びしてる、そこのタオルで、タオルっていうか、マットで。結構落ちるよ。結構落ちるよ。あんなとこまで泳いでいける？ディスク取るみたいな。行こう、危ない。こんな感じで練習してます。でもピコちゃんは理解してません。ピコもあれか、水遊びするか。またちょっと水遊びして疲れろ。静かになる。おお。お前何しとんねん。何がさ、あのこの船の波をさ、なんかしたいんかな。ピコ危ねえ。ピコも、ピコ、ラン、痛い痛い。わかるぞ。こんな状態になっちゃいましたも、もうピコやりたい放題です。危ない。カヌーも毛だらけです。まあ水遊びに変わるか。暑いね。ピコ、あ、降り。重たい。ちょっと待って。ピコ降りて。ガン。ピコ。オッケー。オッケー。
か OK。 ちょいない、ないない無理やね。あ、そうです、はい。ほら、ダメだよ、チェラ。チェラダメ。チェラ。チェラたちの水遊び終了。はい、待ってるの？待って待って、痛い痛い。痛い。石が。ジャリジャリで。こんにちは。暑いね。いやー、一段落着いた。やっとこさ、今からとりあえず船回収に行きます。せーの、いってらっしゃい。キーンってくる。もう今普通24時間もエアコンかけっぱなしです、うんうん、動かしてるんで。止まってる時だけだから、うん、あのしますけど、昼間はもうソーラーで、あの一定温度になっちゃうと、あとあんま食わないので、うん、440か、いいな。400ワットぐらいであれば、うん、なんか大丈夫だよ。ねえ。この前に乗ってた車が220だったんです。240か。うん。あ、220か。もう一個増やさなあかんな、うちも。パネルを。こんな感じでちょっと置いておこうかね。やっとこさ、落ち着きました。売店、浜の入り口の売店でこの揚げじゃが買ってきました。じゃじゃん。今は2時です。遅い。これお昼というかおやつ、揚げじゃが芋とお茶にします。これ食べてちょっと今日はもうまったりモードでございます。いただきます。きます。うん、うまっ。いいこと。テラー、こんな感じ。いっぱい水遊びしたね。休憩してね。こんな感じでみんなまったりしてます。まっ2人中、みんな疲れました。今日はもうこんな感じでオフです。明日また朝からカヌーに出る予定。雨降らんかったらね。明日は和琴半島を一周します。こっちが13で、こっちが11。明日は雨降ってなかったらもう半島一周して、それで知床方面かな。あ、なるほど、うん、そうですか。立つんですね。あ、知床の方ね、はい、うん、ラオス回って知床方面。あ、いや、そこっちに。あ、そこも倉庫になってるんですね。いや、本当はダメなんですよ。いや、倉庫にしたんですこういうのつけて。あ、それだとあのゴミなんかもここでゴミ袋も半島にできるのね。それね、あの冷蔵庫、排水です、はい、アイスクリームの冷え方が違うっちゅう。あ、そうなの。冷蔵庫は90リッターです。あ、大きいな、やっぱ物置になってます。あ、ここ無駄だな、なんか、うん、お腹壊してやる。そう、したことない、そっちはって、四国でうどん屋さんを回ったりとか、あの
あのうどんって映画あったじゃないですか、うん、はいはい、あれ乗ってていろいろうどん屋回ってて、で途中でみたいな、どうすんだみたいな、ないぞって、路肩止めろみたいな、路肩に止めてやってましたみたいな本当、何回も助かってますよこれ、うん、Give me a reason to get out of bed. I need a minute to think, or maybe two. Cause yesterday I lost control and said some things I felt that you should know. I need a day to clear my mind.It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. I let my worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. I keep repeating the same mistakes. I didn't mind.There's a million ways to mess things up, and I need some time to figure out what to say and make our troubles. 今の君はピカピカに光ってやなったっけ。それ温泉の前でやるやつじゃないけどね。はい、ご飯ね。ご飯食べよう。マウスしようか。マウス。いや。はい。よし。リコ。リコもマウス。あー、リコ。よし。今日一日でこんなに日焼けしてます。Straight